はやっぱり個性的で優しそうな面があるからです。なるほどね。あの今はいろいろとじゃあレッスン中っていうことで、はい、浅香唯ちゃんとか南野陽子さんとかの音楽を聴きます。あ、今コンテストでも歌ってたもんね。特技、特技は電車の中で、ね、立ちながら寝ること立ち寝ですかね。